ダイソーでお買い物をしてきました。こちらのレモン柄のグラスを2つ購入しました。この形がとても飲みやすそうだなと思います。爽やかな夏のグラスという感じがしてとっても可愛いです。この他にスイカ柄のも売ってました。でこのグラスに合わせて使いたいなと思って、こちらのバンブーサーバースプーンというものも購入しました。これもレモン柄になっています。この白と水色のを1本ずつ購入しました。このバンブーサーバースプーンというちょっと大きめのスプーンの他にもスープスプーンとか、あとこれより一回り小さいサイズのスプーンも売ってました。これもスイカ柄があったので、このグラスとシリーズなのかもしれないです。涼しげで夏の食卓という感じがしてとっても可愛いです。これでこの2つを合わせて食卓に並べるのが楽しみです。そして最後、こちらのセクションケースというものも購入しました。このお弁当用のピックをこのもともと買った時についてきた台紙にくっつけたまま使っていたので、これを収納していきたいと思います。こんな感じで入れてみました。でピックがまだそこまで持ってないので、クッキー型を他のところに入れてみました。このね、仕切りが一つ一つ動かせて好きなサイズにできるので、とても便利だなと思います。食器やキッチン収納が好きなので、お気に入りが増えて嬉しいです。最後まで見てくださってどうもありがとうございました。